はい、皆さんこんにちは。学校長じゃなかった、あっちの背中の元気とアップルと雨音とホーム入りたてのルカイです。はい、よろしくお願いします。じゃあ今回はこの4人でゲームやっていきたいと思います。モードは何、これコンクエストっていうの？コンクエストのラージ。ラージ、あれコンクエストラージってことはスモールもあるのか。オペレーションロッカーです。オペレーションロッカーだそうです。しゃあやっていくぜ。これみんなもう一緒のチーム入ってるけど、アップルいなくね、これ、うん、まだ多分ロード中じゃないかな。行くぜ。ローディング中です。ロード中っていうか今あの放送のセットして。ああ、なるほど。あれ分隊どこ、これ何、俺らホテル分隊またホテルですか、わかんない。分隊はフォックストロット、フォックスラビットらしい。行こう。俺じゃない、俺じゃないからいいや口悪そうな分隊やで。うん、うんって言ってしまったからもうあんたどこだね死んだな。俺とルカイさん以外は。じゃあなんかこれみんなさ、なんでこれどっか行っちゃうの。どっか行くってどういうこと。ルカイさん僕子って本当やで。だいたい電波組のモガちゃんと一緒やと思って大丈夫やで。いや、じゃあアマオトさんが通って入れるから、そのまま流れに行っちゃうと父の背中になっちゃうから。あ、俺が行けなかったのか俺が、でもどうすりゃよかったのかちょっと考えてちゃんと自分で言えばいいんだなと思い入れました。別に今適当に言ってくれても大丈夫だけど。あ、待って、なんだ待って、抜かれてる。待って、なんか誰、よう分からんやつに、よう分からんチャット送ってしまった。待って、シーチカも上も抜かれてる。ホールアップできる、やばい。チャーリー取られてます。なんかやばいぞ。チャーリー落としましょう。チャーリーって何。あ、C。 あ、C です。あ、ありがとうございます。旗で言う C です。おお、 C のことチャーリーって言うんだアルファブラボーチャーリーってなんかエコー。あ、チャーリーって言うのか。かっこいいでしょ。かっこいい。あ、でもなんか、うん、俺もこれさ聞いたときめっちゃかっこいいと思った。で、フォックス、あ、入ってた。フォックスラビット入ったやん。あー、もう配信で EF クスだよなどうなってんねこれ。アモトさん交戦中だ。アモトさん、アモトさん交戦中で俺受けない。あ、開けた。今開ける。来た。俺は動く。行くぜ。動くリスポーン地点に。よっしゃ、行くぜ。よし、みんな行って。天気ワンカット。天気ワンカット。天気リロード。大好き。オッケー。みんな自己主張していこう。あ、僕ワンカットです。お、僕ワンカットいいよ。天気ワンカット。危ない。天気リロード。天気逃げる。え、それ自分の名前で言ってたわけだめ。いやいや大丈夫、ルカイさん僕で大丈夫。はい、そしてオッケー、地下通、地下通、オッケー地下通。ワンダウン、うわ、もう一人。なー、オッキー直した。あ、やばい、直樹読み、直樹多い、直樹多い、直樹多い、直樹いっぱい、直樹起こして、起こして、直樹。ん、どこ階段。起きてる。起きてない。あー、それ無理だわそれ無理だわ。オッケー。あ、ちなみに天気さん1000円カットうるせえわやめとけお前、1000円カットで1000円カットで失敗した話はもうやめとけあ、なんか後ろいっぱいいる。やばい、後ろいっぱいいる。助けてフォローミー。助かったぜ。いっぱい後ろいるで。あ、どこ行った。あいっぱい、やばい。はいよ。めっちゃ当てたと思うんだけど。お、助かった。俺も助けてほしいな。チラ、ありがとう。どこにいるんだお前俺めっちゃ後ろなんでそんな後ろにいるんだよお前無理だ、間に合わない。よっしゃ、僕このところで開いたあ、なんかポイントもらいました。これかい、ポイントもらった。分隊を蘇生じゃなくて出現ポイントになった。なるほどね。ピラシスト、あれ、え、これさ、どうしたらいいのこれ。なんかもうどうしようもなくね、このポジ。よし、倒した、なんか、やった。ナイスキル。ここはね、自利品なんだよね。ああ。50から取られてる。あ、さ、なんかアビツンこれで、ね、ここで試合してたな。俺応援してたとき、なんかアビツンここで戦ってた。裏取り取ってた。忍者ゴリラとかにコメントされてた。忍者ゴリラ。タートルでゴリラーズつって。待って、エコー取られてるけど。ナオキどこに住んでる。ナオキ北海道。俺それは嘘だわどこ住みかくらいまで全然いいよ。ナオキどこ住んでんの。徳島。徳島すげえな、何がすごい、何もねえなと思って
あ、ふざけんなよ。おい、喧嘩売ってんのかってめえ、こら。北海道にしょうもないやん。え？いやいや、徳島って何？徳島って何も話盛り上がらへんやん。ラーメン。いやいや、別に、あれだよ。いや、徳島は、別になんか、徳島がラーメン有名だと思っても徳島の人だけだからね。あ、え？そう？徳島ラーメンとか別にそんなにみんな思ってないからね。いやでも知ってるでしょ、知ってるでしょ。いや、なんかちゃんぽん麺みたいな存在。聞いたことありますね。うん。聞いたことがある、それだけで十分だ。あ、待って、俺の真っ白だ。オールアップの光線中。あ、今来たよ、来たよ。あ、いた。ケンキ湧いた。フォロー、フォロー、ケンキ。あー。フォロミー。回復症だ、回復症だ。待って、それ無理。ちょっと待って、俺死んでった。さよなら。さよなら、アップル。阿波踊りがあるからね、阿波踊りが。あー、阿波踊り。うん。すごいじゃない。徳島ほんとそれな、何もなし。すごいじゃないですか。なんかめちゃ上から入ってた。お、すごいじゃねえか。いやけど上からといえばね、阿波さん昔、てるさんに、え、意外と賢いじゃんって言った経歴がある。いや、あれは違う。あれはやばかった。あ、助けてください。あれは僕はね。あ、ダブルキル、ダブルキル。敵が来るぞっていうタイミングで、あ、目の前。なかなかなか。ほい。え、やばいって。ルカイダスを起こす。敵がもう、敵がもう来るっていうタイミングで、あれだったんだよ。あ、キルした、キルした。キルヒム？お、キル。やばい、やりたい、死んだ。どうしようもなくない、これ。もうルカイダスを生きとかんと、やばい、やっちゃう。あー、ごめんなさい。あ、いや、アップル来てんの、これまだ。ナイス？いいぞ。はい、はい。はい、いたい。5人、5人くらいいる。4、5人くらい。やばい、光線中で全然分けない。やばい、やばい、めっちゃ拡散枠しかない。枠しかない。枠しかない。やばいやばい。生きるしかない。生きる、生きない、生きない。全員死んでしまった。無理だった。そう、せっかくなんで俺のコメント途中まで読んでやめんのさ、いやもういいかなと思って。途中でやめんのさ、めんどくさくなってしまった。行くぜ。行くぜ。あーまー音じゃない。なーおきやで。まあ一緒だけど。あま音なーおき。はい。あま音なーおきではない。俺、雨音が名字みたいになってたよ。リセン死なない、やばい、硬いガンダム。いや、なかなかこれもう絶対ヘッシュ入ったやろみたいな判定はヘッシュ入んないよね、このゲーム。何なんだ、ヘッドじゃないんですよ。実はそこがヘッドじゃないのか。他にヘッシュ判定あんの、もしかして。これが間違ってる。そう、ナオキハート、そう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 。バルキニーシーよ、バルキニーシー。あ、死んでいく。誘ってんのか。おおおお、起きろ。バルキーのハンドだな。あ、落ちちゃって。やばい、いったー。結構徳島ってそもそもどこだっけ。四国じゃない。四国か。四国、四国。ワンキル、アップル山形でしょ。アップル山形。まあまああれだね、広範囲に広がっているね。山形遠いな。向市地方、東京。東京です。あ、東京か、いいっすね。あ、俺も東京やわ。あ、東京いいとこっすね。いやー、何でもあるわ。徳島と違って。え、クスクス。いや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 。徳島には徳島のものがありますから。そう、徳島には徳島のものがあるんだけどね。東京には徳島のものもあるんだよね。じゃ行く。あ、待って、いっぱいいる。え、後ろ後ろ後ろ、やばいやばいやばい、後ろやばい。これ何、俺サプライズつけてんの、なんかさっきから。あー、やばい。嘘、やばい。嘘。サプレッサーはつけない方がいいな。これサプレッサーなのかな、そもそも。あ、つけてないか。違う。あ、違う。わかんない。ヘビーバレルとかじゃないの。なんかプルプル言ってるから、プルプル言ってるからサプレッサーな気がする。いや、プルプル言ってるってちょっとよくわかんないんだけどね。その表現が。プルプルって言ってる。あれ、バレルコンペン、コンペンセイター。うんうん、コンペンアングルつけてる今、もしかして。あ、やばい。うん。うん、それでいいと思うけどね。オッケー、じゃあもうこれ以上俺は何も、パマスは、これ以上俺は何も調達しないってことらしいわ。いや、そんなことない、そんなことないぞ。諦めた。あとは強ポジを探していこう、強ポジを。オッケー。基本的に体を落とさないポジションを。向かい石を守れない。マジかー。バレルがプルプルしてるのかな。やっぱ東京の人圧倒的に多いな、ネットゲームしてると。みんな東京じゃん。多いね。あ、でもさ、昔うちのクラン半分が四国民っていう時あったよ。何さ、集めてたの四国の人。違う、別に四国の人5人集めても願い事とか叶わんからな。違う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 。自然に集まったの。なんで自然に集まるって。自然に集まったの。自然だろ、四国が自然って。
いや、こっちもびっくりだからな。ねえ、クソゲームなってない、これ。わかんない、なんか俺も会話を楽しんでいる。やばいことなってんな、すべてにおいて。なんか全部取られてるよね。徳島ってみかんとかなかったですっけ。と、愛媛だね。それ、愛媛か。そして、雨音はなおき。そうだよ。みんな覚えといてね。これあと1時間これできるな。僕香川ハゲるな。香川ってあれじゃん、うどん、うどんねえ、一番うどんねえ、香川ってほんとうどんでしかアイデンティティを語れない一族の末裔たちがいる。あれ本当にうどん県に変えましたひどい。ちなみに俺地元京都いや文化の街っすわ。京都いいですよね、八つ橋とか。ね、八つ橋とか、ね、八つ橋がいっぱいあるよ。金閣寺、銀閣寺、八つ橋とか、清水寺、歴史、歴史、グルメ、ラーメン、なんでもラーメン、ラーメンはラーメンかぶっとるぞ。で、京都のね、京都のラーメンガチで一番うまいと思う、今全国で。京都のラーメンってあんまり、まあラーメンの生産量一番は山形県なんすよ。おここでラーメンで張り合ってくる。お前生産量で。なんかな、生産量っていうか消費量やす。消費量か。消費量日本一やすか。めっちゃ食ってんってことか。月額1万2000円。あれ、京都の消費量はあれですよね。栃木が1位。何の消費量？餃子、餃子。あ、そうなの？餃子とか食わし。餃子。あれなんですよ。免許取りに行くときに、栃木行ったんですよ。そしたらなんか、すごい餃子食わされました。へぇ、めっちゃうまそう。餃子食わされるそうです、なんか。あれ出るんですよ、給食ってか。ああ、そういうそのシステム、配給的なものに配給配給配給は間違ったんだ。なんか2日に1回餃子が出るくらい。2日に1回餃子ってもういじめやん。めっちゃ出てくるな。そういう訓練訓練でした。帰ってからずっと餃子食いたくなかったですもん。マジか、すげえな。あ、宇都宮といったら餃子、なるほどね。宇都宮っていうことか、そういうことか。あ、やばい、右も左も餃子じゃない、敵。餃子がいっぱい。右も左も餃子はやばい。それも五感で話してるからね、他の言葉聞いたらすぐそれ映っちゃうの。福岡のイメージない、無。ラーメン。あ、あれだね、明太子じゃない。これもラーメン。福岡のイメージは、あれだわ、俺の同級生に福岡さんって人がいた。誰？それはちょっとね、それぐらい、ほんとそれぐらいのレベル。敵に大仏持ってるわ、ほんとだいいわ。ブレさんを起こす。ソロマン流れちゃおう。痛い。いたな今。あ、そうだ、いとこいたわ、福岡。いやー、大仏か。ほい、ありがとう、見た方がいい。あ、ありがとうございます。ウィーン、バレット当てられるよ。はいはい、助けてあげる。はい、でこれどうすんの、大仏。あー、やれたらやるけどやれないかもしれない。お、やばい、すごい気でした。やる、無理だね。さあ、これさ、ナイス。いっぱいいる、いっぱいいる、無理。俺それ言うの無理。あ、いっぱいいた。やばい、これやられた。ナイス、助けてくれ、メンス。ナイス。いや、ただなただな、これ。いやー、無理だった。いっぱいいる。一人倒したと思ったら5人増えたんだが。分隊のやつ。あれですよ、ゴキブリですよ。1匹いたら30匹いると思わないと。あいつらゴキブリなのか。ゴキブリと一緒って言われてる。いないと。いると思わないといけないのか。すげえ、俺トリプル禁止しちゃう。いやー、やばい。空調するか。いやー、東京民のエイム出しちゃってるわ。何、東京民のエイム。やばい。江東区のエイム出しちゃってる。やばい。江東区。ギリギリ東京、江東区。元気いっぱいキルする。これが江東区。いそう。セキュー。どんどん住所ばらしていく。最寄り駅は住吉だ。後ろにいる。やばい。燃えてる。大丈夫、最寄り駅が住吉っていうのまではね、配信で常に言っている。そして俺がアマゾンでショッピングするとき、配信しながらショッピングするもんやから住所がバレている。あ、もうすでにバレてるんだ。まあだからなんか別に誰も言及はしないが多分バレている。
みんなあのリスナー優しいからね、誰も何も言わないけどね。優しいね。みんなでケンキさんの家に突撃すれば。別に突撃できると思うけど、俺は家を開けずにそっと警察を呼ぶ。そりゃ。おお、俺が火吹いてるね。ん？本当だ。アドレスはバレてるね。ただアドレス俺使ってるのは基本的になんかもう伏せアドみたいなやつだから、あまり関係ない。分かっていた。はい。真上に住んでるかもしれんて。マジ？あ、やべ、死んじゃった。すまんな、いつもうるさくて寝れへんやろ。抜けれないんだけど。ちょ、これ前出れない。どうしたらいいのこれ。いや、いたよ。右から右から流れよ。マジ？あ、このクレームは。うん、まあ有効的な抜け方は数をかけるのが一番なんだけど。あ、いるいる。元気、あえてスルー。ごめん、死んじゃった。やばい。ジョアシストした。元気、あえてスルーして前に出る。その元気さんに。あ、死んだ。おい、了解し、はよ、はよ。待って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 。おい、おい、しっかりしろ、お前。あ、この中めっちゃいるぞ、これ。ナイス、勝った。なんかまさかの使った。やばい。無理。あ、死んだ。ここ、巣や、完全に。負けたんごよ。これが負けるフィールド。BF って難しいですか？635。じゃあ、ラスト1ゲームだ。勝ちたいんごね。ダサいねー。次はけど、兵器が出るんじゃないか、さすがに。俺の出番か。あ、そうや。イエス。それ、これだけは引いておく必要があった。ルカイさん、全然言わなくていいんですけど、僕23なんですけど、僕より年上ですか、年下ですか。もし年上なら敬語を使います。いや、全然、それはないですから大丈夫です。オッケー。あれか、17歳か。いや、高校生じゃないですね。てか、働いてるって言ったからね。働いてるとは言ってないです。はい、仕事とか言ってなかった？あと免許取ったとは言いました。免許？何度？じゃあ18超えたってことか。あ、車の免許。車の免許か。あ、なるほど。じゃあアップルより年上か。あー、どうしよう。アップルさんあれですよね、多分高2。は？高3でか、今大学1回生の年。あー、同い年。あー、なるほど。その年齢感か。了解了解。なんか前にツイッターパーティーの時高2って書いてあったから。それ多分結構昔やな。うん、まあそれはね、アップデートしてないお前が悪い、アップル。え、だって俺もうそんなん書いてない。え、あ、そうか。いつ見たのそれ。それかなり前じゃね。結構前かもしんない。なんで結構前の情報を今の情報やと思って捉えたの？いや、でもあれです、レインボーシックス初めて見たから。え、でも高音手は書いてないの。高音の方レインボーシックスね。ヘリコプター、ヘリコプター、ヘリコプター、ヘリコプター。まだまだ。え、これ連打したいの？うん、俺が最初に多分乗るけど。け？いやいや、別にそれは連帯し関係ないじゃないか。いや、多分俺が最速で乗るよ。そうなの？え、もうカウントダウン始まってる？まだ8秒。8秒、7秒。あー、俺、ナウローディングなんで。あー、SSD 買ってください。いや、持ってる。後から合流します。持ってるんだけど、入れてないだけ。あ、1番。よいしょ、乗れた、2番。そう、ここにいてるウズキじゃん。あー、そうだね、ウズキかもしれない。え、すげえ、なんかもう違うんだけど、動きが。え、なにこれ、動きが全然違う。え、なにこれ、こんな感じで動けんの、ヘリコプターって。え、すごっ。だってヘリ乗れる人が乗ると、もう別次元だから。やべえんだけど。嘘。これやば。意味わからんでしょ。ちょっとこれ別